ここは宇宙の彼方。 M78 星の光の国から少し離れた小惑星。私はここで日々の訓練を行っている。宇宙の秩序が保たれ、平和な日々が続いても、宇宙警備隊である私は訓練を怠らない。それがウルトラ戦士である宿命。さあ、訓練の開始だ。ウルトラマンの警備隊、私がなどを通す。倒された方々、
ほう、人間ごときが俺様に歯向かう。死であるあなたを超えるため戦いを挑むつもりでした。
私が鍛えるべきは体ではなく心でした。行きましょうセブン、地球を守るために。
だったな。レオ。はい。私の気持ちも今は清々しいものです。地球の平和が守れた、それが一番何よりです。そうだな。レオ、戦ってみるか。え、セブン、実戦に勝るものなし。レオ、そう簡単に私は超えさせない。ありったけの今の自分をあなたにぶつけます。来い、レオ。はい。あの頃のセブンはさらに大きな壁になっていた。私が成長した分、死はもっと大きく高い壁になっていた。死とはそういうものだ。私はもっともっと強くなる。いやー、